カラオケの新時代が到来ナンバーアンダーラインアイの新曲が続々登場七夕に奇跡がボンの MV 配信開始でカラオケが変わる7月7日からはボンのミュージックビデオが配信開始されますカラオケは現代の日本のナイトライフにおいて欠かせない要素となっています友人や家族と一緒に過ごす時間日常のストレスを発散するための手段 そして自己表現の場として多くの人々に愛されています。カラオケの魅力は何と言っても歌うこと自体の楽しさにありますがその背景にはもっと深い意味が隠されています。7月4日から順次配信される6曲のカラオケ曲情報が発表されました。No. Underline イ,イのファンにとってこれは待ちに待ったニュースです。これらの新曲は OK コンプレックススクエアアンダーラインはノーイエスアイバナナテイクイットレイジーそして夢の続きですさらに7月7日からはボンのミュージックビデオが配信開始されますこれによりファンは一層ナンバーアンダーラインアイの世界に浸ることができますこのニュースはファンの間で大きな話題となっています SNS 上では喜びの声があふれ みんなが一緒に歌うことを楽しみにしています。例えば、あるファンは、カラオケ行きたい。ナンバーアンダーラインイの曲書いたい、と興奮気味に投稿していました。別のファンは、いつも車内で歌ってるけど、カラオケでも楽しみたい、と、日常生活の中での楽しみ方をシェアしていました。カラオケは、単なる娯楽の一環ではなく、社会的なつながりを深める手段でもあります。 友人と一緒にカラオケに行くことで日頃のストレスを発散し絆を深めることができます歌うこと自体がリラックス効果をもたらし精神的な健康にも良い影響を与えます特に好きなアーティストの曲を歌うことでそのアーティストとの一体感を感じることができます n o ーアンダーラインアイの新曲がカラオケに登場することでファンはさらなる楽しみを見つけることができます 例えば、バナナ、テイクイットレイジーはリラックスした雰囲気を楽しみたい時に、スクエア・アンダーライン,ワンはエネルギッシュな気分を盛り上げたい時に最適です。それぞれの曲には、異なるメッセージや雰囲気が込められており、様々なシチュエーションで楽しむことができます。また、7月7日から配信開始される、ボーンのミュージックビデオは、ファンにとって特別な意味を持つ日となるでしょう。 七夕という特別な日に配信されることで、さらにその日の思い出が深まること間違いありません。ファンは、このミュージックビデオを見ながら、七夕の夜を一層楽しむことができます。カラオケの魅力は、その多様性にもあります。異なるジャンルの曲を歌うことで、自分の歌唱力を試すことができ、新たな自分を発見することができます。例えば、 普段はポップスを歌うことが多い人がロックやバラードに挑戦することで新たな一面を見つけることができます。また、異なる言語の曲を歌うことで語学の勉強にもなります。カラオケの場は自己表現の場でもあります。普段は恥ずかしがり屋でなかなか自己表現ができない人もカラオケでは大胆に自分を表現することができます。歌うことで自分の感情を解放し、 他の人と共有することができます。これにより、自己肯定感が高まり、自信を持つことができます。さらに、カラオケはコミュニケーションの手段としても優れています。友人や家族と一緒に歌うことで、共通の話題が増え、会話が弾むこと間違いありません。例えば、ある曲についての思い出を共有することで、さらに絆が深まります。カラオケの場では、 普段の会話では出てこないような話題が出ることも多く、新たな一面を知ることができます。最近の研究によると、歌うことは健康にも良い影響を与えることが分かっています。歌うことで、心肺機能が向上し、ストレスホルモンの分泌が減少します。また、エンドルフィンという幸福感をもたらすホルモンが分泌されるため、気分が良くなります。これにより、 日常生活の中でのストレスや不安が軽減され、精神的な健康が向上します。カラオケの楽しみ方は人それぞれです。例えば、ある人は一人カラオケを楽しむことで、自分だけの時間を満喫します。一人カラオケでは、他人の目を気にすることなく、自分のペースで歌うことができるため、自分自身と向き合う時間を持つことができます。これにより、自己成長の機会が増え、 自分を見つめ直すすことができます一方でグループでのカラオケも大きな魅力があります友人や家族と一緒に歌うことで共通の楽しみを共有し絆を深めることができますグループでのカラオケではお互いにリクエストし合ったりデュエットしたりすることで一体感が生まれますまた他の人が歌う姿を見ることで新たな発見や感動が生まれることも多いです カラオケのの魅力は、その手軽さにもあります。特別な準備や道具が必要なく気軽に楽しむことができるため多くの人に親しまれていますまたカラオケボックスは全国各地にありアクセスも良いためいつでもどこでも楽しむことができますこれにより急な予定変更や思い立った時にすぐに行くことができるため忙しい日常生活の中でも気軽に楽しむことができます 最近では、オンラインカラオケも人気を集めています。自宅でリラックスしながら、インターネットを通じて他の人と一緒に歌うことができるため、より多くの人々がカラオケを楽しむことができます。特に、遠く離れた友人や家族と一緒に歌うことで、距離を感じることなく、一緒に楽しむことができます。また、オンラインカラオケのプラットフォームには、様々な機能があり、 自分ののを録音ししたたたりりり他のユーザーザとと競っすするるこががができるためさらに楽しみが広がりますカラオケは、今後もその魅力を増していくことでしょう。技術の進歩により、よりリアルな音響や映像が楽しめるようになり、さらなる臨場感を味わうことができます。また、新たなアーティストや曲が登場することで、常に新しい発見があるため、飽きることがありません。カラオケは、 世代ををえて愛されれるる文化でであり、ここからも多くの人々に喜びとと感動を提供しし続けることでしょう。最後に、あなたはカラオケのどの側面に魅力を感じますか好きな曲を大声で歌うことで日々のストレスを解消するのか、あるいは友人と一緒に楽しむことで絆を深めるのか。カラオケの楽しみ方は無限大です。次回のカラオケの予定を立てながら、 自分だだけけの楽しみみ方を見つけてみてくださいそしてもしまだカラオケに挑戦したことがないのであればこの機会に一度挑戦してみてはいかがでしょうか新たな発見や感動が待っていることでしょう